皆さんこんばんは、シャタ2号です。今日はですね、皆様におつなぎしたい情報があります。そちらはですね、閲覧注意ですので、驚愕の事実ですので、心臓の弱い方はストップしてください。では見せます。今日のですね、朝捕まえたネズミなんですが、こちらの肥料袋の中に入っております。はい、そしてですね、元気なんです。はい、3匹いるんです。ほら、そしてですね、捕まえた、ま、ミッキーマウスは4匹なんですよ。あそこに2匹乗っかってるんですけど、ここにですね、なんと1匹お亡くなりになったネズミがいるんですけど、それをですね、食ってるんですね、こいつら。信じられないことに。はい。内臓がえぐれてますね。はい。ちょっとわかりづらいですけど、今中心にあるのがそうです。はい。こいつらひどいですね。多分同じ巣にいた3匹なんですけど、食っちゃったんですね。はい。ということでですね、こちらのネズミ、皆さん、飼いたい方がいたらですね、取りに来ていただければいつでもお渡しします。多分あの死体を食べてしばらく生きると思うんですよ、こいつら。はい、ってことでですね、本日はですね、誠におめでとうございます。このピオの邪魔すると怒られるんで、ちょっとこっちの方、波板なんですけど、ずっと、はい、このようにですね、仮止めですね。はい、仮止めっていう形でこちらまでずっと行ってですね、ここで折り返してですね、はい、右へ90度で、ここはですね、基礎の部分はハサミで切りました。でずっとこちらまで行ってですね、はい、今1枚目がここで終わった感じですね。はい、でここにですね、多分30センチぐらいかぶせて2枚目を向こうに持ってきたいと思います。で、使ったハサミはですね、普通にあの万能バサミ的な、はい、こちらですね。はい、これでバキバキと切っちゃいました。はい、ということですね。はい、そんな感じになってます。はい、今日は皆さん一日お疲れ様でした。はい、皆さんがチャッピーでいられるようにちょろってますんで、はい、最初はピーヨピーヨじゃんけんパーはい、ということで今日はですね、ダブルさんが来まして、まあハウスの水はけ対策ということで、ハウスの外にですね、ユンボで70センチぐらい溝を掘ってですね、約90センチのあぜ波をぶち込んでっていう話が今日来ましたね。僕は暇ならですね、あのユンボがですね、1トンぐらいあるんですよ。だから軽トラック乗らないと思うんですよね、多分なんですけど。だからちょっと関東農機にですね、関東農機様に、私の友人がですね、そう、溝を掘ってほしいっていう作業依頼をですね、ちょっと話していきたいと思います。はい、気をつけて帰ってください。まもなく日没です。はい、じゃ、申し訳ございませんでした。こちらです。